当たり前ですね。この猫バスの正体っていうのは、人を化かす化け猫なんですね。これはですね、人を化かす化け猫、高畑勲によるとですね、人を化かす生物っていうのは狐、タヌキ、あと猫だけっていうふうに、まあ、これはジニアの平成狸合戦ポンポコを作る時に言ってるんですけども、その化け猫なんですね。というわけで、この一番最初のですね、登場する3種類のお化け、猫バスはですね、